こんにちは、えー。マックテクノロジー研究所の松田です。はいえー、今回、はいえー、ジョブズ学入門講座成功の秘密としてね、続けてきましたこのシリーズですけど、今回10回目になりますが、えー、今回で、えー、終わりです、はいえー。またね、この後は えー、通常の企画に戻りたいと思いますけれどもね。はい、えー、今回のですね、タイトル。はいえー、死と向かい合う、えー、死と向かい合い続けた真剣さ、はい死。死と向かい合い続けた真剣さと題してね、えー、お話をしたいと思います。 えー、このね、えー、ジョブズ学入門講座成功の秘密では、えーまあ、過去ね、9編の、ね、アーティクルを紹介してきました。そして、切、ま、り、あ、が良い今回ので10編で、えー、終わりのつもりで考えてきましたけれども、まあね、ジョブズはね、グッドジョブズとバッドジョブズというね、 極端な二面性を持つと言われてきましたよね。特にね、バッド・ジョブズの生き様はね、えー、死を常に眼前にぶら下げていた清居の姿。そういうふうにもね、受け取れるんじゃないでしょうかね。まあ、このスティーブ・ジョブズの生涯を、ね、俯瞰すると、2つの大きく異なる章に分かれるわけですよ。ね 無論その第1章はアップルを起業し、アップル2で大成功しつつも、Mac をリリースした翌年の1985年、アップルを去るまでのま、去るまでのま、上手ですね。で、第2章は1996年末、えー、当時アップルの CEO だったギルバート・アメリオに壊れて、ネクスト社の買収とともに、 スティーブ・ジョーズもアドバイザーという形でね、ね、えー、肩書きでアップルに復帰してから亡くなるまでのスティーブ・ジョーズです、うんえー。このね、アップルから離れていた11年間、ジョブズはね、ネクストとかね、フィクサーを率いていたもののね、えー、経営的にはなかなか苦しい時代でありました。 まあ、ためにその間に出会ったさまざまな人たちや出来事からね、ジョブズはジョブズなりにね、学んだことも多かったように思います。えー、後にね、ジョブズはね、まあ、負け惜しみ <laughs>、えー、半分としてもですね、アップルをクビになったことは人生最良の出来事だったと振り返っていますね。うん まあえー、確かにね、彼の人生における強力なカンフル剤、えー、となったことは間違いないと思います。そして、まあ、反省はともかく、彼なりに多くのことを考えるきっかけとなったことも事実でしょう。ね、えーまあ。このスティーブ・ジョブズがね、スティーブ・ジョブズ、たらしめるエピソードはね、たくさんあるわけですけれども。 えー、実の妹で作家のモナ・シンプソンが、ジョブズの追悼文の中でね、こんなことを言ってますね。兄は、スティーブ・ジョブズのことですね、兄は劇場の人でした。病と戦っている間も、兄の美的感覚、兄のけ眼、兄の見識は揺るぎませんでした。 67人も看護師を変えて、気持ちが通じる人を見つけたのです。ね、というくだりはさすがにね、上手だなと。もう簡単にするしかしょうがないですね。まあ、そういえば、その入院中、ね、こんな話がありますね。酸素マスク、ね、自分がする酸素マスクのデザインが気に入らないとクレームをつけてね、5種類のマスクを集めさせて、 そこの中から気に入ったものを選んだという話もあります、ね。命のやり取りをしている病院のベッドでもそこまでやるのかと。ね、まあ、これもスティーブ・ジョブズならではの話でしょうね。えー、でね、有名なのスタンフォード大学での有名なスピーチありますよね。 お気になったことがあると思いますけど、えー、スティーブ・ジョブズはね、少年時代から、今日一日を人生最後の日だと思って過ごしていれば、いつの日かその時になるだろうと。と、毎日、か毎朝ですね、鏡に向かい、もし今日が人生最後の日だとして、今日やろうと思っていることを自分はやりたいだろうか。 自身に問いかけ続けていたとスピーチしています。まあこれが本当ならね、まあ疑るわけじゃありませんけども、えー、本当ならね、スティーブ・ジョブズは常に死というものをね、自分の死というものを身近に感じ、早く言えば、いつ死ぬかわからないのだから、自分のやりたいことを最優先すべきだという思いに、 らわれ続けていたようにも思います、ね、そうしたエピソードの一つとして、まあ、えー、結構知られていること。ねえー、妻となる、えー、ローリンとの出会いがありますね。はいえー、1989年10月のことでしたけれども、スタンフォード大学のビジネススクールにスティーブ・ジョブズが登壇した際に、新入生のローリン・パウエルと、 出会いました、まあその日はねその後のお仕事の約束があったわけですけどもジョブズは仕事か彼女かを考えた末、て本当に自分の心に忠実にと約束をねキャンセルして彼女を食事に誘ったというエピソードがあったそうですうんこれをね 我々は美談と現在捉えてますけどね、えー。仕事をキャンセルした相手から思えば、そうは思いませんでしたよね。仕事の話。仕事の話はより彼女が嫌わったね <laughs> まあ、スティーブ・ジョブズはね、生き急いだのかもしれません。 上手は行き急いいだに違いありませんね今日が人生最後の日になるとしたら今何をしたいのかするべきかを常に考えることが身についていたとするならねとっぴなあるいは無礼な言動の上手自身はね、まあ、他人からどう思われようと今感じたこと今思ったことを素直に、ねえー、行動に移しただけ。 なのかもしれません、まあ一般の社会人にね許されることでばかりではありませんけどねえーまあ、ところでこのジョブズが死というものをリアルに感じ,た感じていた背景はね当時の世相にも大きく影響しているはずですそれはベトナム戦争ですねベトナム戦争が当時の社会 特に若者たちに大いなる不安をもたらしていたからです。世界各国で大規模な反戦運動が発生し、社会に大きな影響を与えつつありました。当時ヒッピーであったスティブ・ジョーズもそうした世相を無視することはできなかっただろうと思いますし、結局ね、ベトナム戦争はあのリチャード・ニクソン大統領が1973年にアメリカ軍を 撤退させたものの北ベトナム、南ベトナムね、解放民族戦線と、ね、南ベトナムとのえ、まあえー、戦闘はその後も続いてね、えー、結局ベトナム戦争終結は1975年4月30日のね、えー、最,後の最後の陥落によって でしたね、うんえー、そうした時代、当然のことのようにね、徴兵を忌避、避けるですね、えー、ということと、反戦運動はね、ピークでした。ピークな時代でした。ね、1968年11月、リチャード・ニクソン大統領があ、リチャード・ニクソンが大統領に選ばれたが、その 頃、ベトナムに派遣された米軍はね。すでに54万人も4万人にもなっていたそうです。ね、もちろん70年代に入ってもスティーブジョーズにも徴兵の可能性はありましたし。実友人のね。スティーブウオ,オズニアックはね。1968年にね。徴兵検査を受けてます。 まあ、ただしその頃現実にはね、ベトナムからの撤退が打ち出されておりましたんで、理屈はともかく、ジョブズたちの徴兵の可能性は、結果論ですけどね、ほとんどなかったわけですけどね。まあそうしたね、世相だったからこそでしょうかね。国内でもきな臭い事件がただ起こりました。例えば、1969年5月21日。 UC バークレー近くの公園をめぐり、ね、カウンターカルチャーを、えー、信奉する反体制派と当時の、えー、カリフォルニア州知事、ドナルド・レーガン側が衝突し、2700名の警官と州兵が派遣され、7000人の反体制派が衝突するはめになったという事件がありました。 まあ、徹底した弾圧に,、ね、弾圧により、数百人が逮捕されましたけれども、そうした中にはね、後に当たり者で、ジョブズの上司となったアルコーンの姿もあったようです。こうした事件がきっかけとなってね、1970年4月の7日、オハイオ州のケント州立大学で、反反戦派の学生に、 周兵が発砲し、4人の学生が死亡し、ね、9人が重傷という結果になった事件も起こりました。えー、ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、えー、ノ,アノア・ワイリー主演の映画、バトル・オブ・シリコン・バレーという映画がありますね。この冒頭ではね、1971年 UC ・バーグレー校で、 ベトナム戦争への抗議デモに参加した400名を超えた暴徒化した学生たちを、ね、鎮圧するため、警察が催涙弾を発射するという、ね、大混乱のシーンから始まるわけです。映画では、ね、その混沌の中、スティーブ・ジョブズとスティーブ・オズニャックは、ね、ブルーボックスという製品を、ね、手にしながら、やばいぞと。 サイルイダンの煙を避けながら逃げ去るというねシーンがありますそうした時代背景でしたまあちょっとね少々くどいほど当時の時代背景をご紹介させていただきましたけれどもスティーブ・ジョブズならずとも未来が約束されていたはずもなくそれこそ一寸先はね闇と言った時代でもありました万一徴兵されればね ね、この泥沼状態になったベトナムで命を落とすかもしれなかったわけですよ。従ってある意味死はいつも身近な存在だったに違いありません。スティーブ・ジョブズは誰よりもそうした時代にね敏感に反応した一人だったのでしょう。今日が人生最後の日になるとしたらね、悠長なことはやっていられません。 新製品の開発に関しても、ジョブズの頭の中にはね、実現不可能なことも含め、多くの、まあ、あ希望っていうんですかね、アイデアが湧き出ていたに違いありません。しかしそれらをね、実現するには本来長い時間かかるわけですけど、長い時間をかけられ,てかけられないぞと、ね。なぜなら、今日で寿命が尽きるかもしれないんだからと。 まあ必然的にジョブズはまあ請求になり、悠長に構えている周りの人たちを、ね、鼓舞するだけでなく、いらいらして怒鳴り散らすようなことにもなるわけですよ。限られた時間でどこまでできるか、スティーブ・ジョブズの思惑は、ね、果てしないものだったに違いありませんし、まあ、そのジレンマが、ね、彼をして強烈な人生を送る原動力になったのではないかとは思います。 そうした殺伐とした不安が残念なことにね、2003年、現実のものとなりました。す膵臓がんと診断されたからですね、ジョブズが、えー。短い人生、限られた時間で彼は世界という宇宙に、世界というかね、えー、限られた時間で彼は世界というか、 この宇宙にね、自分の痕跡を残したいと思ったに違いありません。えー、スティーブ・ジョーズという人間がね、この世にいたこと、コンピューターだけでなく、音楽や CG、まあ CG 映画ですね、においても、業界、世界を変えた男として、やはり名を残したかったのではないでしょうかね。 まあ一般的にもね人は成功し金持ちになると残された望みはね自身の生きた証をね歴史に残す残したいと思うものらしいですよねそうして考えればジョブズがウォルター・アイザックソンにね自分の伝記を書かしたのもうなずけますがまあそれが思い通りに成功したかどうかはまた別の問題ですねえー、まあただし特にね 後半生のジョブズは、まあ一見我々にはやりたい放題に思える言動の中でもね、筋を通すべきことには、ね、きちんと気を使っていた節も見受けられます。例えばね、ディズニーの CEO、ボブ・アイガーがジョブズの葬儀の際に述べたスピーチがありますね。これはまあ、我々の心を打ちますけれども。 えー、アイガーはですね、ディズニーによるピ,、えー、ピクサー買収の契約をね、結ぶわずか30分前、ね、ジョブズと2人でピクサーキャンパス内を散歩したそうです。契約の前30分前にね、その際、ジョブズは自分の癌が再発したことを話し、 このことは妻ローリンと医師しか知らないんだけれども、この事実をね、あなたが後で知ったら、契約を取り止め、取りやめたくなるかもしれないからね、教え、お教えておかなければならないと思ってえ、ということでね、打ち明けたそうですよ。アイガーはね、そこまで気を使ってくれたのかということでね、感激したそうですけどね、 ともかくどううでしょう、えー結,果ねえー、結果論ですけれども我々,我々から見るとスティーブ・ジョブズ行き急いだというふうな感じもします、ね、今日が最後の日になるかもしれないと、まあ、大きなプレッシャーはもとよりでしょうけれども 覚悟ととンマが結果としてねスタッフを週90日間働かせたり周りの人たちを不快にさせたりしたものの皮肉なことにねその請求さが強いこだわりを生み強い説得力となり優秀なスタッフたちに支えられてね世界を変える製品群を 生み出したわけです、えー、スティーブ・ジョブズ一生こうしてね、えー、短い間ではあり,ありますけどもね俯瞰して見ていくと、えー、なんていうんですかねやっぱりこの成功の秘密と題して、えー、10回 えー、入門、えーね、ジョブズ学入門講座、えー、進めてきましたけれども、えー、やはり、どこの角度から見てもね、このスピー、スピスティーブ・ジョブズという人物、尋常な人間ではないなと思えて仕方ありません。まあ、このジョブズに関してのね、 まあ別の角度からのお話は、これからもまた別途、機会があったら、えー、こちらでね、お話ししたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。